ちぎっちゃいましたね。ちょっと時間がおそらく時間間に合う予想読みだったんですかね。ちぎってもちぎると、はいはい、おそらく火力が上がったんですよ。なるほどなるほど。その火力を求めに行ってちぎったのかなといった感じだったんですが、本当に0コンマ1秒未満かもしれないですね今のは。本当にぷよぷよってこうちぎっておくと一瞬ちぎっている時間が本当に命取りになっちゃうんですよね。そうなんですよ。手数で言うとだいたい 0.4 手ぐらい損します。ちぎり 0.4 結構大きいですね。そうなんですよ。さあ3連覇で返していくビポニア選手、これはほぼ総裁の形。不要量の面でやはりちぎりが少ないピコニアが有利なんですけど、形はどうだ。形、おお、これ逆から使ってきた。これ大胆な攻めですね。右からかなり大きく動いたのは4連鎖トリプルのピコニア選手、これが刺さっていく。はい、ではこの試合振り返ってみてまいりましょう。さあトムプロが注目した点教えていただきましょうか。はい、まあ、ピコニア選手がですね4本ストレートで、まあ、内容的には圧倒していたんですけれども、その中でもこの試合本当にピコニア選手らしさが出た試合だったかなと思います。ちょっとこの辺りから4分の1かちょっと一旦そうですね止めていただいて、この辺りで結構その、まあ、フィールドの状況に差が出ているんですよね。そのピポニア選手が最初に1連鎖を打ってリベ選手に4個ですねお邪魔が降ったことによって、結構そのリベ選手その足元を崩されてですね、うん、リベ選手今そのフィールドこの盤面を見ると、まあ3連鎖ダブルをリベ選手が持っていて、ピポニア選手はどっちかというとその本線寄りに動いているという状況です。ただ3連鎖ダブルをですねリベ選手そのまま打ってしまうと結構その、まあ、逆手に取られてしまう、はい、ことも多いのでそのまま打てないと。でちょっとここから4分の1で進めてください。なので、まあ、リベ選手1回ここで、解消して、2ダブに戻すんですよね。ちょっと3ダブ大きすぎるなっていうところで、でこの後ですねピポニア選手にお邪魔2個振ってちょっとプレッシャー受けてるのでここで3連鎖をピポニア選手打って、リベ選手あここで止めてください。リベ選手この対応ってすごいいいですね。ピポニア選手の3ダブに対してリベ選手2トリを打ってたので、まあ、コスパ的にもいいと。ちょっとここからまた4分の1でいってください。なのでこの時点だと、まあ、リベ選手結構、まあ、ちゃんと対応できたなというところで、ただその手前のビハインドが結構大きくてですね、ピポニア選手がまあ、ギリギリ2個リベ選手側に振らせてちょっとリソース差が出てるんですよね。そうですね、はい、ゲーム前半でピポニア選手がリソースを稼いでたっていうところで、うん、ちょっとリベ選手ここ焦ってます。すごい焦っていてですねこの黄色ここで止めてくで、この緑赤今5列目に緑赤を置いたんですけど、はい、これもしリベ選手、はい、この緑赤がですねもしこれリベ選手が焦ってなかったとすると、うん、ここに置くんですよ。ちょっと4列目に、はい、そうですね、緑赤緑とちょっと1手だけ戻してみてください。こうかな。もしリベ選手がプレッシャーを受けてなかったらこう置いて、青をですねこんな感じで置いていくとここが第2折り返しになって、まあ、本線をなんかこのバーってつなげていけるというのがまあ普通なんですけど、ただリソース差前半受けたリソース差に、リベ選手非常に焦っていて、ちょっとでも早く対応って作らないとこれやられるぞと、はい、なので、まず3連作っとこうっていうのが次の1手だけ進めてください。ここで黄色ここで止めると、3連転敗なんですね。こうかな。ここに黄色発火で3連鎖があると、はいはい、これを作らされたんですよ、うん、リソース差によって、うんうん、でピポニア選手がここで、これ見たんですね。これを、はい、あ、はい、構えてるなと、はい、こう見て見たんですよね。お3連行ったねと目が見てますね。本線じゃなく3連寄ったねというので、ちょっとここから4分の1でちょっと進めていってほしいんですけど、そうするとあもう一回止めてください。もう一回止めてでさっき、ピポニア選手と裏で話したんですよ。はい、ここの動き何考えてたのって。で、3連をここ3連に向かったの見たと、あ行ったねと。でかつ
もしリベ選手がこの2列目を今2列目空いてますよね、空いてますね、2列目を埋めたら自分の勝ちだって言ったんですよ。なんでかっていうと3連があるけどまだ本戦が生きてるんですよね。2列目に青を置いたら本戦があると、なのでまだ大きく動いたらやられる可能性があると。ただなんか埋めたら勝ちだなと。で、1手だけ進めていただくとここで埋めますよね。でここで止めるとこの盤面見てほしいんですけど、この瞬間にリベ選手は何にもなくなったんですよ。この左の3連鎖と本戦を接続する術が1個もないんですよ。ないんだ。ないんですよ。でそうするともうこの3連残しのこの、まあ、本戦緊急発火みたいなのがあるだけになって、うんうん、ここでフィールドが埋めたねと。じゃあ、もう大きめを打ったら勝ちだっていうのがピポニア選手の判断で、ここから進んでいただくと、あとはもう、ピポニア選手はとにかく大きめの短い連鎖を打てば、勝ちだと。リベ選手それ気づいてるんですよね。全部見てるんですよ。リベ選手も全部見てて、ああ行っちまった行っちまった、あめっちゃ見てる、めっちゃ見てる、見てるんですけど、もう見ててももう袋小路に追い込まれたネズミになってるんですよ、リベ選手は。でピポニア選手はそっち行き止まりだけど行ったねと。で今もうなんかないかなんかないかって言ってすごい探してるんですけど、探してるんですけど何もないんですよ。いざなわれてたから。そっか、もう本当袋小路に押し込まれていったんですね、はい、あっちだよ、はい、あっちだよ、はい、本当に何もなくて2つトリガーがあってここで3連を作った時点で、はい、1つ目の袋小路ポイント、はい、でここの一手を埋めたところでもう 100% 袋小路だから 50% 袋小路から 100% 袋小路になって、あそっち行き止まりだけど行ったね、4取りで終わらせたっていうのがこの試合の全貌なんですね。はー、いやでもリベ選手マインドからしたらめちゃ辛いですね、これ。めちゃくちゃ辛いですよ。追い込まれちまった。行き止まりっていうのは分かってたんですよね、リベ選手も、はい、地形で言うともうこういう感じの地形になってて、どっちに行っても行き止まりだったんですよ、うんうん、なんだけどもう追いかけてるわけですよね、はい、この後ろからどんどん4連鎖トリプルが追いかけていて、もう潰れてましたね壁に潰されてましたね。もう4取りの重みで、はい、弾けちゃいましたか。弾けちゃいましたね。